山下美月の乃木坂電子代です。どうぞ。今回は46人切りをします。46人人を切ります。理由は人を切ってみたかったんですけどあ、でもこう映画とかこう舞台とかで縦のシーンを見てかっこいいなって思ってたので、私もこういつかやってみたいなって思って挑戦しました。基本刀は握り直さない。ここからこっち側に行って、こう。これも左手で回らない。左手も伸ばす。そう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 。後ろに抜きながら抜いて、最後。そうですそうですそうです。OK だ。そうです。そう。足を伸ばして、そう。そう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 。で、姿勢を起こす、姿勢を起こす。もっと、もっと、もっと。そうそうそう。筋力振り返ったら筋力後ろに下がる。そう。そう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 。はい。
わあ。しまいました。いやお疲れ、お疲れ様です。どうでした？めちゃくちゃ緊張しました。そう、いや緊張したようには見えなかった、うん、本当に、うん、でもやっぱちょっと抜刀斎に憧れてこんな感じにさせていただいていやでも今日オープニングから 50m 走って歌って切ってちょっとバタバタしてたんだけど、でも本当に準備期間が3日ぐらいしかなくて、もうめちゃくちゃバタバタだったんですけど、本当に先生方とかあとメンバーとかスタッフさんにも本当に今日の今日を協力してもらって、なんとか46に切れました。かっこよかったよ。最高な剣さばきでした。でもよかったです。すごいかっこよかった。あそこ好きでしたよ。ここかっこよかったです。そう、ちょっとなりきりました。楽しかった。最高のオープニングの締めくくりになったんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。